はい、どうもこんにちは、妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回はレア妖怪追加されたキャラクターで土の子ライトかイベントマップで稀に出現ってあるのでこちらをゲットしていきたいのと、あとは今後のちょっと横取りについてちょっと考えてみたいと思います。で今回はいつもの閻魔武道会と違って通常マッププラス横取りになってますね。でコインとスキルと玄武ってなってて、まあ、最後の玄武がすげえ難しいっていう形ですね。でお宝は敵がドロップする、であと横取りチャンスタイムもある。ただこのチケットなんですよね。で横取りチケットこれ見ていると、ワイポイント交換やイベントミッション購入などでゲットしようって書いてあります。いつもだと閻魔武道会優勝するとたまにはチケットもらえるんですけど、それがないで、ワイポイント交換とイベントミッション以外は購入しかないとやってくれるぜっていう感じですよね。で横取りの時に効果があるのが幻獣麒麟とコマジロライトということですね。であと今回ポイントは、まあ、チケットもそうなんですけど、閻魔武道会って結構種族縛りがあって、みんなねその集会で結構偏ってたと思うんですよね、種族がね、勇ましだったりとか。でそういう作戦も今回は使えないのでかなり難しいと思われますね。でなのでね、正直横取りにしなきゃよかったよってちょっと思ってますもうしょうがない。で玄武がねワイポイントアップなんで早くゲットしてワイポイントアップを図りたいっていうところなんですけど、ちょっとかなり難しそうで、もらえるチケットっていうのが、はい、これですね。チケットあんまりないな。ミッションでは2枚か。結構今回コインも落ちるね。で、あとは、交換？交換何枚できるんだろう。ちょっとやってみましょうか。1枚。2枚。3枚。4枚。5枚。まだいける？いけないね。5枚だね。5枚交換できましたね。そうするとミッションで1枚2枚で交換が5枚7枚しかない。絶望的ですねこれってマックス？はい、ということで7枚しかない。7枚であと購入しろっていうのが今回のイベント、これどうなのよっていう感じですよね。はい、なんで正直横取りじゃなくてあれにすればよかった、普通ノーマルでいけばよかったかななんて思いつつも、もうこれ7枚じゃねえ、だって種族8個あるんだからもう課金しないと取れないっていうことですよね。でもそんなことないと思うので、ちょっと様子は見たいかなと思ってます。はい、なのでまあとりあえずは横取りをしないで待っていきたいかなと思ってますね。びっくりですよね、7枚だぜっていう感じはい、じゃあ土の子いきますかね。はい、
はい、じゃあ自分はいくつかはあると思うんですけど、自分はこのステージ44でやってましたね。 GO! 行きましょう。おっと、ダメな場合もやり直す。もうやり直ししまくりで、まあやり直して、ああ出てきたね。ということで、夏木妖怪3体プラス土の子はハンバーガー好き、なんで3体で当たりところで土の子、正直今回ワンポイント全然たまんないっすよ。分かってる。追加の不動明王がガシャじゃないかと思うんで、追加マップでぜひこの前のイングラスと違って、ゲットできる妖怪が出てくれるといいですね。いいかな。その前にいいじゃんみたいなやつが、でもそこでね、多分ね、1ポイントゲットできることをやってくれないと、どうもね、今のままじゃ課金しないと無理だと思うよね。それってありなのかよくわかんない。お、落ちたね。なんかけらもしてない。これね、A ランクだから正直7回目ぐらいかな。7回って運がいいかな。はい、じゃあ無事ゲットです。水色じゃね。これね、アニメでもついこの間出てきたばっかりだね。はい、ゲット。はい、でちなみに土の子なんですけど、一応私44とあとね35、この親方、あとは、あ、これ次じゃねえや、まああとは聞いた話で29でしょ、この人が2人いるね。でここは24、目玉のところと17、うん、口先女みたいなとこで、桜本町は3、こいつのとこ、まあ、ここでは見ましたかね。はい、まあちょっと割と44出やすかったんで、まあ44がいいのかなって私は思ってますね。はい、はい、そしたら土の子ゲットしましたね。まあ特に特殊妖怪じゃないんだよね。Y マネーを増やすっていう妖怪か。はい、じゃあじゃあ今回こんなとこかな。じゃあちょっとですね、動画的にあとドリームマッチの戦いについてちょっと動画として残しておきたいので、ちょっと遡っちゃうんですけど、最初の頃にやったドリームマッチの戦いを次に載せたいと思います。なのでまあよかったらそっちも見てください。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではドリームマッチの戦いご覧ください。玄武とかもあるよってね。あ、玄武だね。ドリームマッチ。カイラ、カイラは持ってるぞ。200Iポイント、ありがたい。
早く闇閻魔に合成したいんだけどね。カイラはある。オーだね。ん？オーケー。 SS なんだよね。まあこの玄武は楽勝だろう。まだアニメにも出てこないんだけど、なんかごっつい武器持ってんな。あれは炎か。12000。272の攻撃。さあさあ、まあウォッチもね、オーガとか。いやー、このデスはちょっとたまらなそうだな。今度はどういった。うん、まあね。全部ゲットしたらどんぐらいもらえるんだろうな。なかなかしそうな。いやでもゲームかっこいいよね。ぜひとも不気味が連れてくれるんだな。クリアでウィッス。そば。はい、じゃあここもクリアっすね。玄武がこんなとこ出てくるんだな。やったー、ありがたい。